その一家は貴族たちが定めた理不尽な新法により一夜にして社会的弱者へと転落しました。真面目に勤め続けていたのに突然職を失った父、買い物に出ただけで周囲から白い目で見られる母、そして学校にすら行けなくなってしまった娘。新法の施行以来、父と母は毎日のように互いの苛立ちとやり場のない怒りをぶつけ合うようになっていました。大層な剣幕で口論する両親に、まだ幼さの残る娘は何も言えませんでした。しかし娘は心の中で訴えています。本当は二人に仲良くしてほしい、家族で笑い合ったあの頃のように。でも私には何もどうにもできない現実が娘の心をさらなる闇へと突き落とします。その直後、娘はふと腰掛けていた椅子から立ち上がりました。何かを思いついたようです。これならきっと父と母は仲直りしてくれる、そんな思いに胸を躍らせながら娘は自分の部屋に駆け込んでいきました。父、母、娘、どこにでもいそうなごく普通の家族。その家族は理不尽な法律によって貧困と差別を強制されるようになりました。自らの不遇を呪いながら互いの鬱憤をぶつけ合う父と母、それに心を痛めていた娘は仲直りの策を思いつきました。自分の部屋に駆け込んだ娘は薄汚れた髪を広げると鉛筆を手に取ります。娘は真剣な眼差しで髪に鉛筆を走らせました。それからほどなくしてようやく浮かび上がってくる全体像。お世辞にもうまいとは言えない絵でしたが、それは手をつないだ父と母の姿でした。娘は精一杯の気持ちを込めて丁寧に絵を仕上げていきます。まだみんなが笑って暮らしていた頃の大切な記憶を思い返しながら、そして最後に書き込んだのは二人の優しい笑顔でした。この絵のように二人には仲直りしてほしい、それだけが娘の願いなのです。一生懸命に描いた笑顔で手をつなぐ父と母、この絵を見せればきっと二人は仲直りしてくれる、きっとあの頃を思い出してくれる、そんな期待を込めてテーブルでうつむいている母に娘は絵を差し出します。しかし父との喧嘩で苛立ちが収まらない母は無言で娘の絵を払いのけました。そしてぼそりとつぶやきます。今は遊びに付き合う気分じゃないと。母は娘を見ることもなく再びテーブルに目を落とします。娘は何もすることができずその場に立ち尽くします。それからほんの少しして娘は気がつきました。自分の目から
大粒の涙が溢れていることに、誰に向ければいいかわからない悲しみが娘を追い立てます。気づくと娘は家の外へと駆け出していました。娘の背後からかすかに響く父の怒声、また母と揉めているのでしょう。しかしその声はもう娘には届きません。母に冷たくされ、泣きながら家を駆け出した娘。しばらく夜風に当たっているうちに、揺れる心は少しだけ落ち着きを取り戻しました。娘は両親に余計な心配をかけたくないと、重い心を引きずりながら帰路に着きます。まだ喧嘩してるのかな。少女が不安げに窓から家の中を覗くと、テーブルを挟んで父と母が向かい合っていました。母が父に何かを話しているようです。理不尽な法律による差別と貧困を免れない暮らし、もともと苦しかった生活はさらに困窮し、精神的にもう限界だと顔を覆う母。父はそんな母を責めることもできず、ただ黙って耳を傾けていました。本当は私だって、母は泣きながらそう言うと、父を残して家の奥へと消えていきました。父は母を追うでもなく、一枚の紙を広げじっと見つめています。よく見ると、それは母が拒絶した娘の絵でした。父は静かに席を立つと、娘の拙い絵を棚にしまいます。その棚は、父が大事なものをしまっている場所。娘はそれを知っていました。まだ結婚する前に、母と交わしていた手紙。娘が初めてプレゼントしてくれた押し花。家族で出かけた海で拾った綺麗な貝殻。自分だけではなかった。本当は父も母も家族みんなで笑って暮らすことを望んでいる。泣き晴らした目をこすり、娘は家の扉を開きます。ただいま。少し元気になった娘の声が家の中に響き渡りました。